で今、鳥羽ですね、伊良湖からフェリーで来て鳥羽のところに今来てるところでございます。鳥羽というか久々ですね、鳥羽の水族館行ったりとか、あとはあの賢島の方から賢島の方から伊勢神宮、これからちょっと伊勢神宮を向かいますけどね、伊勢神宮なんかも、まあ、かなり参拝します。まあ今日参拝してもいいんだけど、まあ、ちょっと今回やめて、また三重はこちらは来る予定なので、ただちょっと伊勢市の方は今から来ます。で、ここのところ、まあ、鳥羽の市街地がこれ左なので、ちょっと左に市街地って言いますか。人口で言うとそんなに多くはないんですけどね、鳥羽市街ということで。三木本の真珠島があるんでね、三木本とか有名ですよね。なんで、ここのところか中心街地ですね。あたりに結構お店があります。今日日曜日だけ結構混んでる。伊勢の方も伊勢神宮行って、あとはこっちの方ですね。この辺り神社とかあります。この辺りが一応伊勢の中心街、あ、観光客多いから観光客向けのお店が結構ある感じですね、はい。真珠有名ですよね。今、まあ、こんな感じで店があります。まあ、ここのとこちょっと入ったところとかねあったりしますね。顧客が来ないとっていう感じですね。この辺りは本当に美しいですね。何回も来てますけど、やっぱりその島があって非常に風光明媚です、はい。だから観光地としては非常に魅力的ですね。三重県の中でやっぱり伊勢島、この辺り鳥羽とかね、やっぱりかなりの見どころかなと思います。で、鳥羽の市役所が、前に行ったところがありますね。ここから行ったところ、ちょっと行ったところが市役所ですね。はい。なので一応鳥羽の中心地。諸葛亭、受信しました。はい、で、ここが鳥羽駅、JR のね、近鉄もあるんですよ。
JR と近鉄両方ありますね。近鉄賢島とか行ったりね、近鉄の経営化工場やってね、あそこ泊まったことありますけど、すごい良かったです。でこれからちょっと伊勢の方に向かっていきます。だからこの辺り結構ホテルとか旅館とかありますね、はい、近海道。本当雰囲気いいですわ。日本各地回ってみて、この伊勢、志摩、鳥羽、まあ、この辺りの雰囲気がすごくいいなって感じがします。好きなところですね。でここからまっすぐ行くと伊勢の方ですね、志摩がこっち右の方行く感じです。はい、で今ここのところ鳥羽、から、伊勢の方ですね向かってる。